しくね。体力や気力は大丈夫ですか？無理はしないでくださいね。ねえねえ、ありがとう。油断はできない。慎重にな。よし、狙い通りだったな。コロちゃんが敵を発見。敵は倒してるから先制で倒しちゃいましょう。この場面なら弱点などは見えてませんね。いろいろ試するのです。まだ油断はできない。敵一体を撃破です。リーダーが敵を撃破です。討伐終了。シャドウ反応消失しました。見事な勝利。あれ、宝箱。やるぞ。戦闘開始だ。この敵に有効なスキルは持ってませんね。やっ、まだだ。ルーザまで。キリジャ先輩、華麗な回避です。当たれ。テレポート。
です。
新技習得だな。では探索を続けよう。コロちゃんが敵を発見しました。やったよ。手強い相手ですね。注意してください。この状況ならペルソナ行くぞ。冬になると的に当たった時の音が気持ちよく聞こえるんだよね。へー、気温とかのせいかな。冬は空気が澄んでる気がするし。あの箱は階段だ。強敵です。リーダー、
この一手でペルソナ容赦はしない。アリュー、こんなもの凍ってる敵がいます。ここは狙い目ですよ。ペルソナ、習得しました。お疲れ様です。え、あれ、では探索を続けよう。
ドンがいるね。シャドウ、どうする？やるぞ。
状況なら今ならいけそうです。ペンテスレア、キリジョン先輩、さすがです。君の出番だ。了解。どうする？デカラビア、コースした。やるぞ。アキ3体、慎重に。弱点はまだ。調べてみませんか。コロちゃん、いい動きだね。
どう攻める？急所を突く。この状況なら決めてやる。エレジョン先輩、敵をダウンです。シフトチェンジ。どうする？ガブリエル。あとで骨
決めてやる。ありがとう。ここは状況なら討伐終了。仕事にもない。お疲れ様でした。お疲れ様で。ご機嫌よ。依頼を受けていて素晴らしい。ええ。ふふ。それで。お疲れ様。なんだかね。ご機嫌。私からのお願いです。お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、
神社ですね。確かにシャドウなどとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。何か問題がございましたか。ご利益という神秘のエネルギーは奉納した金額に比例すると聞いたのですが、ともあれ無事に納めさせていただきました。考えてみるとこの賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命について様々に書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならぬ。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。なかなかでございました。ではこちらのジャングルジムについても教えていただけますか。出られません。これはバランスがなんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。ではそろそろお開きといたしましょう。ですがその前に滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。イエーイ。私からのお願いです。素晴らしい。そう、それで、ねえねえ、ありがとう。ああ、いろいろあるんだね。どれにしよう。特製ラーメンと大
ご飯セット？気になるけど、きっとすごいボリュームだよね。しようかな。じゃあ頼んじゃうね。濃い味なのにさらっとしててとっても美味しかった。やっぱりお店のお料理ってすごいね。私ね、寮に入るまで外食とかあまりしたことなかったんだ。家で食事した方がすぐ勉強に戻れるからって。食事中はいつも勉強の話ばかりだったな。テストとか進路とか。集中力を高めるからって専用のメニューを考えてくれてたんだ。私いつも緊張してたから味はあんまり覚えてないんだけど。私ね、家族をがっかりさせたくなかった。だからいい子にならなきゃって。でもいつももっと頑張りなさいって叱られちゃってて、全然期待に応えられなかった。私に自信がないのはそういうことの積み重ねなのかも。すごく美味しいよね。外はパリパリでお肉は柔らかくて、私も作ってみたいな。それにこういうの誰かと一緒にできたら楽しそう。あ、でも今の私じゃダメだね。また迷惑かけちゃうから。時間まで無駄にしちゃうでしょ。それはちょっと怖いかなって。そうだリーダー、もう一個頼んでいい？いい機会だし、ここの餃子を研究してみようかなって。ほら、恩返しの参考になるかも。え？